常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想の方書いていただけると嬉しいです。内容気に入ったらね、ぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ロシア情勢最新アップデートということでね、まあ、ウクライナ情勢からちょっと今ロシア情勢がね、まあ、緊迫しているので、はい、ロシアがね、もうウクライナを攻撃している場合かというぐらいね、国内荒れてるのでね、ぜひその辺をちょっと説明したいなと思うんですが、今日どこで撮ってるかというと、これサウナーズハイというね、私がまあ、東京でオープンする、某所でオープンするサウナなんですが、まだオープン前なんで、オープン前というかプレオープンなんですけどね、はい、プレオープンして、まあ、一部の方には今使っていただいてるんですが、10月1日からご案内しますので、ぜひ皆さんね、ご期待いただけると。いうふうに思います。さっきちょっとね、玄関で撮ってみたんですけど、違うって言ってね、この後ろのこの、ここほら、水槽あるでしょ、水槽というかお風呂ね。この水を冷やすね、クーラーみたいなのがガーって稼働するとめっちゃうるさくて、音がちょっと悪かったんで、今もう一回ちょっと撮り直します。はい、すいません。でね、ロシアで今何が起こってるかというと、30万人動員ね、あれがですね、まあ、実は100万人なんだということがバレちゃいまして、はい。これがまたすげえ騒ぎになっているということです。もう皆さんお分かりですよね。ご存知ですよね。もうジョージアの国境とかフィンランド国境にね、もうロシアの若者が殺到していると。ね、ネットでは腕の折り方というね、動画がね、動画というか、情報がね、拡散してる。検索順位ナンバーワンらしいんですけどね。まあこんな状態、まあ腕折ればだから徴兵逃れできるんじゃないかみたいなことでね、これブワーッと広がっていてですね、まあ反動員デモにね、まあ火に油を注ぐような、まあ今状態になっていると。いうことでございます。でね、まずその反動員デモから行きましょうか。CNN はこのように報じてます。動員令に抗議のデモ参加者、拘束後に直接徴兵かということで、これどういうことということでね、CNN はこのように報じております。抗議のためにね、この、まあ、集まった人たちをですね、そのまま逮捕して、ロシア軍にそのまま連行すると。ね。そのままだからもう、徴収してしまうと。招集してしまうと。いうことが行われているということです。で、CNN のね、電話取材によるとですね、21日の抗議デモで、まあ参加したね、人たちは、機動隊に取り押さえられ、少なくとも4カ所の警察署に移送されたと。で、OVD インフォというですね、まあこの人権団体のね、担当者によるとですね、拘束者の一人は軍への編入を拒めば立件すると脅されたと、いうことです。で、この徴兵逃れがね、まあ結構そのデモとかで広がっているので、ロシアも今焦ってですね、あれなんですよ、その、厳罰化、脱走とか徴兵拒否の厳罰化っていうのを実は進めております。これについてはですね、まあこれも皆さんお分かりですよね。公開情報なんで。共同通信がですね、これ報じているんですよね。はい、これロイターか、ごめんなさい。間違えた。共同通信じゃなくて、ロイターでした。ロイターが報じてました。こんな、タイトルです。ロシア、兵士の脱走や命令拒否の処罰厳格化、議会で可決ということで、という感じですね。でね、どんな風にね、まあ、厳しくなったかというとですね、自発的に降伏した兵士には、10年の懲役刑が課せられると。つまり、降伏するなみたいな。恐ろしいですね、これね。まあ、かつてね、生きて旅衆の恥ずかしめを受けずみたいなね。まあ、もう先人軍とか日本にもありましたけれども、何年前の話だと、もう80年ぐらいの話ですよ、日本だと。あ、まあ、70年前か。まあ、まあ、70年か80年前の話ですけど、まだやってるんです、ロシアはこんなこと。しょうもないですよね。はい。でね、まあ、男性の出国も禁止したし、ね、強制徴収するし、ね、逃げた奴には懲役だとね、ね、10年だとかって言ってるわけですから、日本でね、ウクライナに対して、ね、男子の出国禁止するとかね、もう戦うだけではいけないみたいなことを言ってた皆さんいましたよね。逃げてとかね、降伏してとか逃げてとかね、ね、避難を優先とかなんか、ね、おっしゃってた方たくさんいらっしゃったと思うんですけど、ぜひね、ね、あの時のボルテージ、ね、もしくはそれ以上のボルテージで、ロシアに対しても同じことを言ってください。はい、きっと言ってくれると思って僕は待ってますので。で、逆に言うと、これ、そういうことあんまりおっしゃらないとですね、あれ？ロシアフレンズだったんですかみたいな話になるので、まあ、そんなことはないと思います。ないと思うので、ビシッとね、ロシアもこれはダメだと。ね。まあ、あんまりどっちもどっちって批判はいけないと思うんですけど、まあでもまあ、今回ね、あえてロシアフレンズのロジックで言うんだったら、ロシアだってどっちもどっちじゃん。ね。ね。戦う一択やってるよ、ロシアもっていう話なんで、ぜひですね、そういうこと言ってた人ね、ロシアフレンズ認定は私はしてませんよ。してませんけど、まあ当然やってくれるものと思いますのでね。はい、お待ちしてます。はい。でね、逆にですね、ウクライナのね、ゼレンスキー大統領はですね、まあ、ロシアのね、こういう、まあ、徴兵の、まあ、厳格化というかね、まあ、部分動員令が出たのに対してですね、こんなコメントをしてます。時事通信がこれ伝えてるんですけど、ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、こうした、動揺ね、ロシア国内での動揺を踏まえて、ロシア国民に対してね、こんなこと言いましたと。
半年間でロシア軍の5万5千人が死亡、数万人が負傷したと。ね、犠牲を下げなければ、抗議したり、逃亡したり、捕虜になるために投降したりしてほしいと。ね、ウクライナ人はそんな変な扱いしませんよと。ね、ロシア軍は捕虜に対してひでえ扱いしますけど、ウクライナはそういうことはしませんよと、いうことをですね、まあ、ゼレンスキー大統領は言いましたと。で、これね、100万人動員ですってことはね、まあ、ロシアの独立系メディアがいろんなことでバラしちゃったんですよ。ノーバヤ・ガゼータというね、ノーベル平和賞を取ったね、まあ、編集長がね、ありますよね。こことかが、実はね、大統領令には密かに100万人と記されているっていうような報道をまあ出しちゃったんですね。はい、まあ、これでまあ、反動員デモにますます火がついたと。で、その、ノーバヤ・ガゼータはですね、ヨーロッパ筋の情報をもとに、第7項に100万人を動員できると記されていたと報道。まあ、これ小泉さんがね、ツイッターで言ってたこと全く同じですね。数字は何度か修正されたが、100万人とすることでまとまったと。いうことで、テレビ演説がですね、20日の放送予定が21日にずれ込んだというのは、まあこのリークが影響したんだというふうに、まあ私ね、前動画で言いましたけど、同じことを書いているということです。まあとはいえですね、これね、ロシアの政府はですね、まあ否定してるんですよ。ね、そんなことないと。例えばですね、この、再燃したデモにね、油を注ぎかねず、ペスコフ大統領補佐官は、偽情報だと言って、まあ否定しているということで、まあ皆さんお馴染みですよね。痛いところを疲れるとデマだっていうね、まあよくありますよね。日本でもね、デマだってすぐに言うね、共産党なんかすぐそういうことね、おっしゃってますよね。事実としてね、痛いところ疲れるとね。はい、なんでまあそれかなと。で、この否定したね、ペスコフ報道官なんですけれども、この人めっちゃ疑惑深まってます。はい、息子ね、ペスコフの息子に徴兵事務所を名乗る人から電話かかってきたんですよ。はい、これもちろん仕込みなんですよ。独立系メディアの人が徴兵事務所の人のふりしてペスコフの携帯に電話して、すいません、あなた赤髪届くんで、事務所来てくださいっていう電話するんですよ。そしたらね、ペスコフの息子がね、なんて言ったかというと、あら、俺誰だと思ってんだ、ペスコフの息子だぞ、俺が行くわけねえだろうみたいな対応しちゃったんですよ。で、これがですね、まあ大炎上してまして、ペスコフもね、釈明に追われてるんですが、なんとペスコフさん、釈明がね、あんまり苦手じゃなかったみたいでね、こんな風に言っちゃったんですよ。これ、時事通信にこれも出てるんですけど、徴兵拒否の息子を擁護、流出の会話は発言の切り取り、ロシア交換ということで、あれ、じゃあやっぱ息子だったのってことですよね。ね、あれは息子じゃねえって言えばいいものの、いや、あれは息子だったんだけども、発言は切り取りなんだって自分の息子だと認めてどうするみたいな話なんですが、アホですね、こいつね。はい。で、それでまたこれ余計炎上しちゃうでしょ、このことやったらね。まあ、つまり特権階級のこういう奴らは、ね、俺たちは戦争行かねえという前提で、やれやれーって言って、まあ、盛り上がってるわけですよ。はい。でも実際にはですね、ね、実際にはこうやってね、電話かかってくると、いや、なんか俺は戦争行かなくていいんだけど、ちょっとそれはないだろうということでね、逆に貧しい、ね、人々とか、それからまあ、ロシア人から見るとね、辺境の方に住んでる人、まあ、特にブリヤートのモンゴル人の人とかね、こういう人たちが、まあ、人口比から言ったら考えられないの数の人がね、ウクライナに送られて、まあ、逮捕の餌食になっているということです。ちなみにですね、モンゴルのね、前の首相ですからね、でしたかね、ツイッター出てましたけど、呼びかけたらしいです。モンゴル人にね、ロシア国内に住んでるモンゴル系の人々に、今回の動員令に応じる必要はないと、ね、言ったら逮捕の餌食になるだけだと、逮捕の餌になるだけだよと、ね、なので、モンゴル人民共和国は皆さん逃げてきたら受け入れますからと、ね、行かないでくださいっていうことを出したらしいです。これちょっとね、中央アジアの民族紛争的なものに もうなってきたかな、みたいな感じ。もうロシアがかなりもう、ぐっちゃぐちゃ動揺してきたな、というのを感じます。で、さらにですね、ちょっとすごいのが出てまして、これね、ウクルインフォルムの平野さんね、前国際政治チャンネルにね、ちょっとゲスト行った時に、ネットでね、リモートですけど一度お話しさせていただきましたが、平野さんがね、すごいちょっと衝撃的な、まあ、ニュースなんですけど、徴兵された人ね、訓練どれぐらい受けられるかっていう話なんですが、まあ、2ヶ月とか3ヶ月って話ありましたよね。2週間らしいんですよ。平野さんこんな風に書いてます。はい。これまでロシア側で戦闘に行かされた人たちも、訓練2週間程度で前線へ行かされてた。って話がちらほらあったので、今回動員される人も2週間だったりしないかなと思っていたら、この動画では訓練は2週間だって説明されていると。ね。徴兵された人がですね、まあその集められた場所で、密かに動画撮ってですね、アップしたんですね。テレグラムかなんかだと思うんですけどね。で、それで、まあ、ロシア語で言ってるので、ヒロさんロシア語わかりますからね。確かに2週間って言ってるということで。なんとですね、素人同然の人を集めて、たった2週間、まあ、キャンプごっこですよね、訓練伝ってね。ね、キャンプごっこみたいなことして、そのまま、まあ、ウクライナに来ると。もう何を狙ってるかもう見え見えですよね。ね。ちなみに囚人部隊のワーグナーね、
民間軍事会社、囚人いっぱい連れてきてね、戦闘に投入してやってありましたけど、ワグネル3000人ね、囚人連れてきて、ほとんどみんな戦死したそうですよ。はい。で、どういう風に戦死してるかっていうのも、これもね、出ててね、おとりに使われるんですよ。装甲車とか乗せてね、行ってこいって行かされるのね。そうすると、ウクライナ軍がボーンって攻撃するじゃん。で、攻撃すると、その攻撃、撃ってきた場所がわかるじゃん。そこにロシア軍が砲撃するっていうのを、そのおとりにワグナーのその囚人たちは使われていたらしいんですよね。はい。でももう囚人ももうちょっとだいぶ集めちゃったんで、足んねえなということで、まあ一般の人がそういうのに使われるのか、まあいわゆるそのゾンビのね、飽和攻撃みたいなノリで使われるのかとすると、恐ろしいですよね。モンゴルのね、前の首相がね、ね、大砲の餌になるだけだって言ってるのは、まさにその通りで、行ったら大変ですよ、ということで、ぜひね、逃げてください。はい。避難してくださいみたいなね。降伏してください投降してくださいみたいな話だと思うんで、昔日本で言ってた人ね、これぜひ、声高に言ってください。ね。ロシアには声高に言ってください。まあ私はロシアのフレンズじゃないんで、ウクライナに栄光あるものなんで、ロシアの皆さんこれね、戦争に大義ないですから、やめた方がいいと思いますよ。はい。ということで。で、さらにね、驚くべきことにね、ちょっとね、その、戦争なんかとてもできないような人がですね、徴兵されているという情報があります。これはね、フランシス・スカーさんという方がですね、この人は BBC の人ですね。スクープ出してるんですけれども、63歳のですね、ボルゴグラード出身の元退役中佐、アレクサンドル、エル・モライフさんという方がですね、召集令状をもらったらしいんですが、このエル・モライフさん、糖尿病とですね、それから脳虚血ってまあ書いてあるんですけど、まあ要は脳血かなんかですね、一回多分血管ぶちやってる人なんですね。はい。で、苦しんでいたんですが、健康診断受けてなくて、軍医もね、健康診断なしに、はい、あなた、健康、大丈夫ですとか言って、生かされるらしいんですよ。これ、シャレになってないでしょ。ね。さらに言うとさ、徴兵事務所の、その徴兵名簿、まあ、おそらく紙で保存してあると思うんですよ。これがね、管理状態が非常に悪くて、亡くなった方にまで令状届いたりとかね、結構むちゃくちゃなことが起こっていると。まあ、これが紙でしか存在しないので、もし燃えちゃったりすると徴兵できないなぁ、みたいなね。もし燃えたら徴兵できないなぁ、みたいなことをこういろんな人が言ってて、まあ、すでに5箇所燃えたと。このね、動員令が出てから、すでに5箇所燃えたという情報もありますので、まあ、ロシア国内もう、しっちゃかめっちゃかに今なりつつあるなと。もう、プーチンはね、禁断の果実。まあ、保坂三四郎先生曰くね、動員かけたらロシア死亡って書いてましたけれども、まあ、そんな感じですかね。ロシアはまあ、終わってしまう可能性が出てきたということで、まあ、今後どうなるかね。ぜひ皆さん、しっかりとウォッチしていけたらというふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー!